2月26日、イギリスのデイリーメール紙は、イギリスの秘密情報機関 MI6 のリチャード・ムーア長官が25日、ツイッターで、キングスカレッジ・ロンドンのフリードマン戦争学教授のレポートを引用し、プーチンがウクライナ国民に政治的勝利を収めることはない。したがって、ロシアには戦争の勝ち目がないと強調したと報じました。フリーマン氏は、 無謀なギャンブルと題したレポートで、プーチンはウクライナの軍事力とロシアに対抗する決意を過小評価しており、そのためロシア軍はウクライナ戦争に敗れる運命にあると論じています。プーチンのウクライナへの行き過ぎた執着は戦争開始へのとんでもない言い訳を導いていますが、ある意味ではこれらの無謀な発言も彼の見解を反映しています。フリードマン氏は、 ロシアはウクライナ政府を転覆させるだけではウクライナを勝ち取ることにはならずウクライナ国民の支持を得るなどロシアにはできないだろうと指摘しましたまたウクライナの首都が陥落し軍の指揮系統が崩壊し政府が逃亡を余儀なくされてもロシアが戦争に勝ったわけではないと強調しました MI6 のムーア氏はフリードマン氏の主張に大いに賛成するとツイートしました 2月26日、イギリスの独立系テレビ局 ITV が入手した機密文書によると、ロシア保健省は全国各地から民間医療スタッフを徴収し、ロシア軍のウクライナ侵攻による大量の死傷者を想定しての緊急準備をしています。ITV の記者、エマ・バロウズ氏は、ロシアのプルトニツキー副保健大臣が署名した文書のコピーを入手したと述べ、文書のスクリーンショット2枚をツイートしました。 この文章には保健省は国内での大規模な医療緊急事態を予測し医療スタッフを迅速に動員してロシアの人々の命を救い人々の健康維持を目的とするこの活動に参加するよう命じていることが示されています。ウクライナ軍当局はこの文章から ロシア政府はロシア軍がこのような大規模な抵抗と損失を予想せず結果として電撃作戦の開始という計画が失敗し深刻な数の死傷者が出たことを示していると考えているようです2月26日イギリスの軍務次官ジェームスヒーピー氏はデイリー・テリグラフ氏に次のように寄稿しました 海戦からの3日間、ロシア軍はウクライナ軍と民間人の頑強な抵抗にあい、進行速度は当初のスケジュールからはるかに遅れ、現在でもロシア軍はウクライナの首都キエフを予定通りに攻略できていません。ロシア軍は進攻ルート上のいくつかの主要都市を思うように攻略できず、迂回せざるを得ないのが実情です。 その結果、これらの都市に残っていた装備されたウクライナ軍と人々が戦線に残され、ロシア軍の兵坦上の弱点が露呈しました。プーチンにとってはどれも良いニュースではありません。ヒーピー氏は、 プーチンのウクライナ侵攻が失敗しロシア国民がこの戦争でプーチンがいかにロシア国民の生活を重視していないかに気づけば彼の大統領としての日々と彼の周りの悪名高い腐敗したエリートたちの良き日々も終わりプーチンは手にした力を失い自分の後継者すら選定できないだろうと述べましたまたヒーピー氏は西側諸国はロシア国民を敵にしません それは彼らが自分たちの自由を望んでいるからです。そのためロシア政府を打ち負かしウクライナの主権を回復しなければならない。今最も緊急なことは我々西側がウクライナが切実に必要としている援助と外交、経済、軍事、文化において正しい戦略決定を行いこの戦争でのロシアの敗北を促進することだ」と述べました。